水上講師です。今日の動画は、なんか美味しそうなジャガイモが画面中央にはしゃいでますけども大丈夫ですか？髪型っていうか眉毛何？この顔面で登録者100万人いけると思ってるんですか？こんにちは。ちょっと洗い物でもしていこうかなという話なんですけども、それ、あ、やめよう洗い物すんの。すみやだ。今日はな、運命の時が来ましたよ。ちょっとこれ飲む気でいたんだけど、ちょっと飲むのやめるわ。ちょっと気分が上がんないから。七尾最近病院漬け健康診断行ってきたんですけども、その健康診断の結果発表みたいなものをしていきたいなと今日思ったんですけども、その健康診断の前に僕ね、歯医者も行ってきたのね。もう病院漬け、薬漬けの毎日治験やってるっけみたいな感じで、このジャガイモね。で、歯医者がちょっとヤバすぎたって言い方、これさ、歯の矯正しなくちゃいけないって言ったじゃないですか。矯正の病院は決まってんだけど、その矯正の病院ってさ、あの前も言ったかもしれないけどさ、親知らず一気に4本抜きたがんのよ。親知らず2本2本とかなんかさ、ちまちまちまって抜いていったら、その親知らずなんかで諦めちゃう人が多いから、もうそんなことしてたら儲からないからってことで、一気になんか全身麻酔ぶち込んで親知らず4本抜いちゃいますみたいな感じで病院が結構多いんですけども、俺さ、親知らず4本抜くことは全然やぶさかではないんだけども、麻酔なしでも全然 OK ですよみたいな感じで心持ちではいるんですけども、一回さ、俺全身麻酔無理なのよ。全身麻酔の後遺症とか、拒否反応起きちゃってなんか体に異常が起きたらどうしようみたいな、そういう怖さは全くないんだけどもね。僕が全身麻酔で寝てる最中に最高に詰まるのが嫌だからってやね。僕が寝てる最中にビリヤ取れるのが嫌だからね。だから僕全身麻酔だけは NG だから、だから俺他の歯医者に行ってところ親知らず2本2本抜こうみたいな感じでね。それで僕病院に行ってきたわけでございますよね。こんにちはつって親知らず抜いてください。そこはさ、歯の矯正のさ病院じゃないからさ、俺の親知らずってマジで抜く必要がない親知らずなわけよ。本当にマジで健全にビョーンとかポーンとかちゃんとほーみたいな感じで入ってるから。なのに親知らずを抜くっていうのはそのあんまり勧められないみたいなね。こんな綺麗に生えてんの親知らず抜く必要ありませんよみたいな感じで言われてるんだけど、うるせえって歯の矯正するんだよって。でも なんで歯の矯正するのよこの病院来たんですか。俺の歯の矯正のところはな、全身麻酔ぶち込まれてあげくになんかBR取られるから嫌なんですみたいな感じで一通り説明を終わまして、このパクセルを今多分なんかバカみたいなレントゲン取りまして、一旦その日になんかさ歯抜いてもらえるのかなと思ったんだけどさ、抜いてもらえなかった。まあ、でも抜いてもらえなかった話はまた後でいいんだけどさ、まずその歯医者がヤバかった。歯医者の BGM あるじゃないですか。ジブリのさなんかオルゴールみたいな曲。このドキドキドキみたいな感じのさ BGM が流れてると思いますけど、わかりませんけども。でも俺が行ったその歯医者流れてる曲があれだ。あれだったの？ストーンズだったの？歯医者の BGM がストーンズってことあります？歯科衛生士リトルストーンみたいな。俺が歯医者でなんかレントゲン撮ってる人たちめっちゃ田中樹がラップ歌ってるわけよね。おーでおーでも日本おーおーおーやー浮く先もおーやーみたいなこと言って、何すごいアッパーな歯医者だわみたいな感じで思ったんだけど、ストーンズアンチなわけでもないんだけどさ、歯医者でストーンズ流すのは違くないかで、その時流れてた曲がそのストーンズのアンセムって曲だったんですけど、ペンチみたいなものをいろいろぶち込まれた時になんかさ、もう間違いでも勘違いでも止まる気ないなってみたいな感じでめっちゃ歌ってるわけよ。お願いだから止まってください、歯医者でその曲大丈夫ですか？あーってやってる時にさ、間違いでも止まる気ないなってなんか一回解けてまた固まったパクセルみたいな顔してますけども、あ、てか俺がこの髪の毛になっていきさつ言ったっけ。うん、なんか酔った勢いで髪の毛適当に切っちゃって、だから外に出られない髪型になっていたので、ちょっと坊主ぐらいの勢いにしちゃおうかなみたいな気持ちでいて、美容師の人になんか水上更新してくださいって言ったらこうなりました。一回解けてまた固まったパクセルになりました。ゲラゲラゴーみたいな感じでストーンズの曲が流れまくる。その歯医者で俺がなんかグリ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 歯医者歯やられてて、これは歯抜く意味ありませんよみたいなこと言われるんだけど、うっせーって早く抜けストーンズと思って、しまいにはあのちゃん長いだからね。口の中さペンチでグリグリやられてる時にさ、ゲゲゲロゲゲゲロゲロチューね、本当に絶対不適切っていうか、歯医者としては嫌味なのかなっていう曲が、ストーンズを流すようなアッパラ歯医者だから、間違いでも間違いでも勘違いでも止まる気ない感じの歯医者だからさ、その日行ったら勢いに任せて歯抜いてくれるのかなと思ったらなんかさ、じゃあ後日また予約お願いしますって言って、まあ、でその日抜いてくれなかったの、カウンセリングで終わったわけ。なんかそじそうかなっていう気持ちでもいたんですけどさ、ちょっと僕さ同じ医者に何度もかかるの無理なのよ。なんか変なこと言うかもしれないけどさ、俺さ人見知りだからこそもう初対面の人しか無理っていうかさ、なんか美容院とか行くときにさ人見知りの人がさなんか美容師が変わるとすごい緊張するから美容師を指名するみたいなこと言ってますけどさ、人見知りって言ってんのにさ美容師指名する男を見ると本当に何と思うわけよね。人見知りだからこそ僕美容師って絶対指名できないわけよ。美容師って指名しちゃったらその人もう人間として見なくちゃいけない。てか2回目会うんだ3回目も会うんだっていう風に思うと、ちょっとその人を人間としてね、ちょっとなんか人間関係築いていかなくちゃいけないなみたいな感じで緊張があるかもしれないけどさ、その指名とかしないでその場限りの関係だったらその人のことを人間と思わなくていい。人間いたけの典型みたいなこと言うかもしれませんけども、初対面でその日しか会わないんだっていう安心感があったら僕本当にベラベラベラ喋れるわけよね。一番好きな花の時の松下洸平です。あと初対面だからこそ僕その人の店員さんの人となりを知る必要がない、イコールその人はが人間じゃないから、その人が完璧な処置をしてくれるっていう方程式が成り立つわけよ僕の中で。2回目3回目みたいな感じでさ会っちゃうとその人を人間として認識してくちゃいけないからさ、その店員さんにその人間性みたいなものを見出しちゃうと、もしかしたらこの人失敗するかもしんないみたいな感じの、人間だからね、人間だからこの人もしかしたら俺の施術か髪の毛切ってる時になんか耳を切ってくるかもしんないみたいな感じで、それ桜のような僕の恋人みたいな感じの展開になるかもしれないみたいな感じの危険性が発生するじゃないですか。初対面だったらその人の人間性とかあんまり興味ないから、その人がもうマジで機械、もう本当に完璧な処置をしてくれるっていうね、信頼関係が絶大なわけよ。だから僕は病院って結構得意なの。病院で怖いとか思わないわけよ。歯の治療とかも絶対指名とかしないから、もう毎日毎日初対面でその日以降絶対会わないから、もうその人本当機械だっていう認識があるから、その人が失敗するなんて全く思わないわけ。その医者のことを、はい、機械だと思ってるからね。初対面だからこそその人の人間性みたいなのが分からないからこそ、その人を機械だと思って全幅の信頼を授けて
もう本当にもう顔でも体でも全身改造してくださいって気持ちでいられるんですけども、歯医者親知らず抜く時にカウンセリング終わっちゃったらさ、2回目その同じ医者に書かなくちゃいけないわけよね。前回カウンセリングして何々先生の元で歯抜いてくださいねって、だから 2回同じ人間に会わなくちゃいけないわけよね。ちょっと怖いわけよ。2回目会う3回目会うってことはその人の人間性みたいなものがだんだん見えてくるから、あ、この人は医者である前に人間なのかってね。初対面だから機械、うん、完璧な処置をしてくれる機械だっていう全幅の信頼があったけども、2回目3回目会うと本当にあ、この人は人間なんだ、もしかして失敗する可能性があるんだみたいな感じの感情がどんどん出てくるから、あれ本当にもう初対面で一発で本当に歯抜いてほしいわけよ。初対面でカウンセリングとかなしでね、本当にブラッシング、その方が僕は本当に全幅の信頼を置いて、ね、初孫のように育て上げたこの親知らずをぶち抜いてぶっ殺してくれる信頼が築けるんだけども、カウンセリングとかそれで回数重ねちゃうと、その人が機械ではなく人間でミスをする可能性がある人間だっていう可能性がちょっと出てきちゃうから、カウンセリングとかしないでもう俺の親知らずぶち抜いてくださいみたいな。俺さ、これ税理士でもあるんだよね。その人は初対面の時はさ、もう全幅の信頼を置いてさ、いろんなレシートとか上げてたんだけどもさ、2回目3回目も会うんだと思って、これからも一生その税理士と付き合っていくんだと思ったらさ、え、もしかしてこのレシートあげるの恥ずかしいかもしんないみたいな、もしかしてこの1回の時でまた固まったパクセルは、え、これがもしかして経費で落ちると思ってんのかこいつみたいな感じでさ、これがもしかして YouTuber は経費で落ちると思ってんのかバカかみたいな感じで思えてんのかなみたいな感じで、そういうなんかさ、だから僕経費で落ちるかなみたいな感じのレシートいっぱいあるんだけども、ちょっと恥ずかしくて僕税理士には渡せないのよ。もう本当にフルで税金払ってると思う。節税もクソもないです。お願いです、ウームさん、あの税理士1回1回変えてください。税理士1回クビにして、でまた新しい税理士雇って、そいつにまたレシートあげて、でもう1回クビ。俺4月の後半にさ、あれ角川のイベントあるんだけど、京都でね、その時さ、僕1回解けてまた固まったパクセラの髪型プラスあの親知らずにて顔がパンパンな状態でさ、サイン会とかやんのかな。誰がこいつのサインが欲しいんだろうね。一生抜けねえよこんなんじゃよ。てかもう歯医者の親知らずの話はいいですわ。で、俺もう健康診断行ってきたんです。ウームが用意してくれたの、六本木の病院で健康診断みたいなことやったんだけどさ、もしかしてなんか胃カメラとか撮られるのかなみたいな感じで、項目にさ、検便とかあったわけよ。検尿できて検便みたいなね。え、この大人気パクセルじゃない、大人気 YouTuber、 もしかして病院で今から脱粉するのって思ったら、ちょっとすごい恥ずかしいと思ったんだけどさ、バリウムとかやらなくちゃいけないのかなみたいな感じで、人生初のバリウムなみたいな感じですごい怖い気持ちでいたんだけど、全然でした。何もやりませんでした。胃カメラも何もやりませんでした。バリウムも飲みませんでした。脱粉もしませんでした。尿をまき散らかしただけです。健康診断の日、なんか3月の何度か何日だったんだけども、その日なんか僕の親族の命日だったので、その健康診断の日、不吉な日に健康診断やるんですね奥さんみたいな気持ちでいたんですけども、上目が用意してくれた病院だからこそさ、一緒にさ健康診断やってる人もしかしてさ同じ YouTuber なのかなみたいな。昔のウームの YouTuber もさ、なんか健康診断の日程があの同じウームの先輩の何々さんと同じで、ほぼ一緒にあの健康診断受けたんですよみたいな感じでエピソードトークも聞いたから、俺がその病院であの正面巻き散らかしてる時に、正面巻き散らかしてる健尿のことね、病院で健康診断やってる時に一緒に健康診断やってる人ってもしかしてウームの YouTuber なのかなみたいな感じで周りの客をすごい見てたんだけどさ、で僕の前に一人いたのよ、金髪の20代がね。でその日確か平日の昼間です。平日の昼間に金髪 100% はほぼ確で YouTuber じゃないですか。か夜食のバカね、まあ、夜食をバカにしてるわけではございません。健全な人間生活を送ってる方はさ、平日の昼間に病院で金髪なんていう姿を晒し上げないじゃないですか。だからあ、これ絶対 YouTuber だと思ったんだけど、全然顔わかんないなと思って、その健康診断一番最初の尿検査があったんだけどもね、僕の前になんか YouTuber くさい金髪のバカがさ尿検査やってて、その後に僕がまたトイレに入ったら、そのトイレの中にさ尿があったのよ。流し忘れたらじゃないですか。あの尿検査のコップ、尿検査のそのケースみたいなもの、自分の名前がついてるコップみたいなものを持って、そこでションベン入れて、それをなんか置いといてくださいねみたいな感じの台があったので、トイレの中に。だから僕の1個前のその金髪バカの尿があったのよ。僕の尿、なんか悪用さんいないでしょうね。なんか他の YouTuber で僕の尿見られるの嫌なんですけど、こんにちはみたいな。僕の尿泥棒とかいないですよね。尿を置いて、その僕の本名ですよ、思いっきりね。それをボーンって、その後になんか看護師が僕のトイレに入ってさ、僕の尿を持って、六本木の街を駆けずり回って逃げていったらさ、ちょっと待って、僕の尿を返して、ちょっとトイレで。で、どこまで話しましたっけ、僕の尿を返してっていう事件が起きた話でしたっけ。僕の1個前の金髪のバカが確実に YouTuber なんだけど、そいつの尿があったわけよ、トイレの中にね。あ、それで飲むとかいう話じゃないですか。この話で、あのそいつの尿自体には興味ないんだけど、その尿のケースに思いっきり本名書いてあるわけよね。名も知らないよくわかんない YouTuber 臭いやつの尿と本名が書かれてるケースが目の前にあったのね。あの手は伸ばしたよね。本名何なんだろうな、見ようとしちゃいましたよね。うん、見てないですよ。これ見たら多分絶対犯罪だから、本名どころかちょっとあの尿っていう本題に。あの一応 YouTuber で本名隠してる分際なので、あの尿プラス僕の本名みたいなものがさ巻きつけられてるわけよ、そこに、そのケースにはね。それが健康診断来た人間だったら誰でも触れる場所にボンって置かれるわけよ。あのやめてもらっていいですか。入ることはいないと思います。尿に手を伸ばす人間がいるかもしれませんよ、僕のように。もう血抜かれまくってたよさ。俺最近なんかめっちゃ血抜いてんのね。なんか今回の健康診断でも血抜かれたんだけどもさ、その前にもなんか俺3回ぐらい血抜いてんのね。アレルギー診断とかさ、なんか他の病院でもなんか献血とかなんかアレルギー診断みたいなもの、なんか3回ぐらい血抜いてて、それプラスまた俺血抜かれるのかなみたいな感じでぶっ倒れるぜみたいな気持ちでいたんだけどさ、その医者は僕初対面なもんですから、僕初対面の医者には本当に全幅の信頼
置いてるから、もうちょっと献血とかもう余裕なのね、初対面だったらね。その人に血抜かれるのが2回目3回目とかだったら、ちょっと失敗しないで呼びろよーみたいな感じになるかもしれないけど、初対面なんでね、はい、慣れたもんですよ。なんか僕の隣にいた男は本当に献血、なんか男の人ってなんか注射苦手らしいですね。死後でかすぎるんだけどさ、注射とか献血ごときでさ、ピーチクパーチク騒いでる男を見ると本当にイライラするんだよね。あ、またねんな。俺献血されながら二重跳びができるねぐらい、本当にもう血抜かれるのがもう大好きじゃない大好きが気持ち悪い。あの全然得意なんだけどさ、俺の隣にいる男はずっとみたいな感じでさ、あ、大丈夫落ち着いてくださいねみたいな感じで医者の方になんかさ心臓マッサージみたいな感じさせられて、情けないね本当に、日本男児が聞いてあげるね。まあ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 、針恐怖症みたいな人もいるからちょっとこんなこと言えませんけどもさ、血抜かれてれば過呼吸みたいな感じになってる人の隣でって言って血抜いてましたね、ずっと僕、はい、花粉の薬作るためみたいな感じで確か血抜いたんだ。でアレルギーも血抜いて、で今回の健康診断でまた血抜いて、7億円だら作れますよってぐらいの血抜かれてるんだけど、僕の血悪用されてないよね。あ、その病院でもまたなんかメタヒューマン、なんか人間、メタヒューマンじゃない、なんか人間じゃないことしちゃったなっていう。僕さ、常になんかどっかしらから血出てよって言ったじゃないですか。だから俺結構血舐める癖があるっていうか、血舐めるの本当になんかすごい気持ち悪い中二病みたいなこと言うかもしれないけど、東横界隈の女子みたいなこと言うかもしれませんけど、あれ僕は血の味好きなのよ。血舐めすぎて血の味にハマりまくってるっていうか、あのこれ本当になんかこの発言するとなんかちょっとなんか登録者が100人ぐらい減りそうなんだけども、あの話してた時にあのティッシュ詰めるじゃないですか。でそのティッシュ取ってあのしゃぶるよね。やめてお願い、こっち来ないで、こっち来ないで。うるさ、鼻血がついたティッシュをベロ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 舐め回すぐらいには血の味とか結構好きなんだけど、血抜かれた時にさ、なんか針抜くと同時に絆創膏みたいなやつポチって貼るじゃないですか。俺あれ速攻で外すのよ。ナースさんみたいな人がつけてくれた瞬間に僕その絆創膏外してで、はい、ありがとうございますって言って立ち上がった拍子にその絆創膏外して、ナースが他の客の血抜き始めたら僕のこと見てないよねってなった瞬間に一人トカヒミコみたいなことやるんだよ。己の血で満足するトカヒミコみたいなことやってるんだけど、おちゃこちゃん聴診器当てますみたいな感じのこんなに生かされてるんだけどさ、俺聴診器当てるってことはこれお腹出すじゃないですか。これ乳首の毛見られるの恥ずかしいのね。全然僕はだらしないなんか自分の中で初老みたいな体見られるのもいいかもしれないけど、乳首の毛だけ見られるのはほんとにちょっと恥ずかしいなと思ったから、こいつ入ってくださいねって言われた瞬間にちょっと待ってくださいって言って、ほんと急に服の中に手突っ込んで乳首の毛ないかなみたいな感じで見て、その乳首なんかブチって抜いたら思いっきり乳首つねっちゃって痛い。聴診器当てますねって服めくり上げて、そしたらもうなんかもう乳首つねっちゃったもんですから、もうなんか一人だけなんか乳首ビンみたいな感じで視力検査がやばかったんだよね。これ見えますかってこういうやつじゃないですか。はい、右左みたいな C みたいなやつね。あの見えなすぎてもう本当にただの車に見えたわけよ。でなんか C とかじゃなくてなんかさ絵とかの類なのかなみたいな感じで、あリンゴバナナみたいな感じでやってくださいみたいな感じで、そういうなんか新時代の令和スタイルの視力検査なのかなと思ったんだけども、なんか右とか左じゃなくて僕お団子が見えますって言って。かわいすぎる、かわいすぎるよ僕。他の周りの健康診断受けてるやつがさ、右左とかでさ、僕だけお団子団子じゃないからね、お団子ね、育ちがいい。病院終わった後になんか着替えてる時にさ、そのロッカールームみたいなものでさ、俺さマスオ TV とすれ違った気がするんだけど、あれ気のせいですか、もしかしてマスオ TV さんいました。でマスオ TV さんってなんかどこでもいそうな、あれ悪口じゃないからね。マスオ TV さん健康診断って方多分人間ドック行く年齢だから。健康診断の結果を発表していきたいと思います。検診結果報告書、生年月日1998年7月21日生まれ、合ってます。はい、25歳合ってます。性別男性、ギリ合ってます。 A が正常、 B がわずかに基準値から外れています。で C、 1年後に再検査してください。で D、 精密検査または治療を必要とします。医療機関を受診してください。 D があったらヤバいんですよね。まずちなみにこれ最初言わせてもらいますね。D ありました。絶対腎臓肝臓かなみたいな感じで、僕週8で飲むんで、絶対腎臓肝臓ぶっ壊してんだろうなと思ったんだけど、まあどうなんでしょうね。はい、まず身長体重から見ていきましょう。はい、身長 177.6cm、 あ4ミリぐらい縮みましたね。まあそれはなんか腰が曲がっていたのかな、知りませんけども。で僕178cm あるんで、178cm と名乗り続けますよ。で体重 63.3、 あ今俺65kg あるんだよね本当は。健康診断から2kg太っちゃったやだ。 BMI が 20.1、 ちょっと分かりませんけども、まあ判定は A でしたね。はい、 OK で、なんか内臓脂肪面積みたいなものも A ですね。 OK です。聴力 A、 問題です。右左とかの次元で言うとお団子って答えてしまった僕の視力ですけども、はい 0.2、 0.2 D です。はい、視力だけでさ D 判定されるの嫌じゃない。 YouTuber が A なわけねえだろつ。あでもちなみに D はこれ視力以外にありましたからね。うん、それが問題です。で呼吸器系は特にやってないですね。やってないってない。胸部 X 線 A、 あピロリ菌検査とかあった。あこのピロリ菌検査とかやるんだったら排便が必要だったのかな。よかった、マキチがさなくて。肝臓系いきます。まあ AST かっこ GOT みたいなのちょっと何かわかんない。 A ですで、ALT、よくわかんないけど、このエブリリトルシングみたいなやつね。かっこ GPT みたいなやつは A です。で、次、ガンマ GT。ガンマ GT って聞いたことあるな。ガンマ GT って何？肝臓の解毒作用に関する酵素で、特に過度の飲酒によるアルコール性肝、このガンマ GTP がちょっと飲酒の関係がすごく、これが D かなと思われたかもしれませんけど、なんと B でした。よかった。このアルコール量で B だった。ほんともう生活習慣ごめんなんだけど、最強の親の遺伝子のみで僕健康を維持してるところがありますからね。ほんと親が強くてよかったわ。いろんな意味で自覚といいんですよね。はい、次、腎臓、尿路系、尿、オール A です。上質な尿つ
懐かしい、まあ、すごい懐かしい気持ちになった。上質なチーって懐かしい気持ちになったんだけど、なんか青春の香りが蘇った。あ、パオパオチャンネルだ、アーズーさんの上質なチーっつってこうやって血出てきて変身するのかと思ったサムネパクろうかな。で、僕は上質な尿でしたね。はい、尿タンパクってやっぱりなんかしこっていくとなんか検査引っかかるみたいなこと言われてますけども、尿タンパク A、 尿鮮血鮮血は A で、尿比重 A、 尿糖 A、 なんか本当に健康な人間みたい。で、次腎機能、腎臓肝臓、腎臓本当にもうみんな癌で死んでるからさ、なんか腎臓肝臓的な癌は怖いんですけど、お礼ですね、お礼お礼。はい、中性脂肪59で A、 はい、 LDH 何、 LDH ラブドリームハピネス、 HDL コレステロールが103で A、 LDL コレステロールが121で B ですね。あ、ちょっと高いんだって。なんか LDH あまり興味ないからいいや。で、糖尿病の検査、あ、糖尿病、あ、僕のおじいちゃん糖尿病だったな、嫌だった、や、見てられなかったわ。僕のおじいちゃん糖尿病だったんだけどもさ、僕のお父さんがすごい料理好きだからさ、その田舎の家に帰ったらさ、料理を振る舞うわけでございますよね。めっちゃ料理作ったと思ったらさ、そのおじいちゃんがその料理に手を伸ばしたら、お前が食いな、隣に散らかせたよあれ最悪だったな、あの家本当に。じゃあ料理作んなよって、お茶の飲む量とかもすごい気にしてるらしくってさ、それでさ、ちょっとでも僕のおじいちゃんがお茶に手を伸ばそうもんならさ、飲めない、だからダメなんだよって隣散らかして、隣散らかすんだったら合うんじゃねえよと思ってたな。お父様があまりにもおじいちゃんをなんか怒鳴り散らかすもんですからさ、なんかおじいちゃんのこと怒鳴ってもいいのかな、おじいちゃんのことなんかちょっと軽く扱ってもいいのかなと思って勘違いしたのかもしれませんけど、それで僕の お兄様が僕のおじいちゃんに舐めた口聞いたらね、兄もそのおじいちゃんに向かって、おいこれ食うんじゃねえよって言ったらさ、僕のあれお父さんにぶん殴られて、なんだその口の利き方はっつって、僕のそこの教育はしっかりしてる。血液系ですね、白血球66で A で、赤血球が、あ、ちょっと B、 赤血球が基準値が400から539のところ、僕547で B、 ちょっと高いんだって。まあ、どれもいい。血色素量が基準値 13.1 から 16.3 のとこ 17.5 で B、 ちょっと高い。ヘマトクリットってやつが、ちょっと何ですかこれ、ヘマトクリットってなんかスパイダーマンみたいな、アベンジャーズの一員かなみたいな感じのこのヘマトクリットってやつは、まあ、基準値が 38.5 から 48.9 のうち、僕あの 51.5 で B、 劣悪なチーズこれです。 D があったんです僕。ちなみにこれさ、みんなさ C とかでも結構病院なんだけど、 D は結構やばいのよ。再検査とかじゃなくて精密検査または治療を必要とします。もう病気確定なのよ。ナノヘマトクリットに改名しようかな。で、血小板ちゃんが血小板ちゃんが A ですね。あ、よかった、うん、ヘマトクリットっていうなんかこのアベンジャーズみたいなやつが僕 D で、ヘマトクリットって何。ヘマトクリット検査は貧血を診断する指標の一つである。貧血、あ、貧血の逆なんだ俺。めっちゃ多いってことは、まあ立ちくらみとか起きたことないもんな俺。正常値よりも高い場合は赤血球増多症の疑いがある。はい、嘔吐や下痢、発汗などによって脱水症状に陥っている。あ、俺よくなんかやっぱり酒の飲みすぎで脱水症状になってますよってよく言われるんだよね。酒ってやっぱり自分の体内ので水分を使って浄化するもんですから、酒を飲めば飲むほど体って脱水症状になっていくんだって。で、僕は絶対チェイサーって使わないのよ。僕なんかテキーラとか飲んでも絶対僕チェイサー飲まない系男子なのね。強い子。だから、じゃあこういうこと強いと思わないからじゃね、皆さん。多分これ酒の飲みすぎの脱水症状のせいだよ、ね。あと俺この前めっちゃ吐いたんだよね。まあ、いっかこの話よ。何らかの原因で赤血球の形状が異常をきたしている。白血球の数が極端に多い。多い分にはいいのではないでしょうか。ストレスから解放されると正常値になることが多い。あ、ストレスが多かったのかな、もしかして。その病院。僕の尿を奪わないでみたいな感じのストレスがあったのかもしれません。ヘマトクリットに異常をきたした僕なので、ちょっとヘマトクリット観光大使として、名前でも改名しようかな、僕。うん、ツイッターの名前、僕、検診結果が来た時、僕なんか一人で立ち飲み屋みたいなところに一人で酒飲みながらこの診断書、実格と見方送られてきて、ひっくり返るかと思ったもんね。D! っつって、めっちゃ酒飲みながら、D! ヘマトクリット値が治るまで僕、ちょっと戒めとしてとか、ツイッターの名前改名するわ。ナノアットマーク、ボルデモートの人なんて、もういつまで滑ってんの。ナノアットマーク、ヘマトクリット値高めに改名し、ヘマトクリット値 D で、ツイッター改名しました。みんな僕のツイッターフォローしてね。正常になるまで僕ら7ワットマークヘマトクリット値 D という名前に改名しましたのでね。待って、俺ツイッター改名したらちょっと仕事に影響出るとかないよね今。ヘマトクリット値 D って名前だったらちょっと、あ、この仕事契約違反ですよとか言われるかな。皆さんもヘマトクリット値には気をつけてください。まあ、他にもいろいろあったんですけども、なんか乳首ビンビンにさせてまで取った心電図は A でした。はい、血圧も A ですね。はい、皆さんも親が最強な子供でもこうヘマトクリット値に異常がきたしますので、親の遺伝子が最強だからといっても皆さん怒らずに病気になりますよ。はい、僕ちょっと本当に病院行きます。はい、同じくヘマトクリット値が高いよっていう人はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、TikTok に行けるような世界もおもろい、何かのコンテンツランジン、生サーブシングル、項目も最適量で発売中、概要欄から書き付けて、ランクを欲していただいてくれます。ヘマトクリット、ヘマトクリット、それではまた来週も見てください。じゃあ今日もふふふふふ